皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林一馬と申します。本日もですね、海外のイノベーティブな商品のご紹介をさせていただきます。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今日のね、紹介させていただく商品というのはですね、インディゴゴに出しておりますヒーロークリップラージという商品でございまして、スーパーサイズドローテイティングクリップフックというものなんですけども、商品としてはね、非常にシンプルなんですね。ただ、まあ、ありそうでなかったっていうものなんですけども、要はあのフックなんですけども、100ポンドまで、耐えられる航空業界で使うぐらいの階級のフックというものなんですね。なんで、まぁ、ちょっとね、どういった商品なのかね、一緒にこう見てみたいと思うんですけども、かなり丈夫で、まぁ、いろんなね、要素に使えるということですね。キャンピングとか、いろんなところにこう何かをかけているときに使ったりとか、動画の方をね、一緒にちょっと見てみたいと思います。ヒロークリップですね。まあ、こういうね、クリップね、クリップ系のでかい、とにかくでかいやつですね。まあこういった感じでかなりがっつり360度こうローテーションすることができますと。まあこういった感じで重たいものをこうね、フッキングして吊るしておいたりとか、そういうのができちゃうと。いろんなこう用途がありまして、アウトドアでこう使ったりとか、こういうね、水のケースをこう吊るしてみたりとか、例えばこういうちょっとこうフックにかけて物を運んだりとか、いろんなことができるわけですね。普通にね、こう何かこう保管をしたりとか、そういったところでもこう使いたりとかします。という感じでね、もうかなりいろんなね、用途がある商品で、これね、いくつか持っておくといいよっていう話なんですけども、今だいたいね、これがもうインディゴーで約1446人のバッグがいて、約930万円ぐらい売れているわけですね。本当に一見ありそうなんだけど、まあ、売れていくと。でもこれね、まあ、一つのヘリコプラージュっていうのが23ドル、2400円ぐらいがなんですけども、2つで44ドル。まあ、こういった感じでね、セットでどんどんこう売っていくような感じになります。ということで、まあ、こういったね、何気ない商品であっても、実際にありそうでなかったってことが結構多いんですね。こういった商品もですね、海外で今非常に売れておりますので、まあ、本当にね、アイデアというものはですね、既存のものをちょっと良くした商品ではですね、有名になっていくんじゃないのかなというふうに思っております。今日はですね、ヒロクリップラージという商品についてですね、皆さんにご紹介させてきました。もし本日の内容が良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。また、チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また、ツイッターの方もぜひこちらの方からフォローしていくと幸いです。また、日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.